えい。お、いいのかな？でも人来てないの。あ、来た来た、めっちゃ来てる。ありがとうございます。再び。はい、二枠目。Bones in the bathroom shaking all the lusty. また来てくれてありがとう。I am back! ありがとう。さあ、何人帰ってきてくれるかな？なんか俺放流した鮎を待つ漁師の気持ちやわ。で、そんな人いるか分からへんけど。Today。Today is the greatest day I've ever known. Can't wait for tomorrow.Tomorrow's much to know. I broke my heart out before I get out. Yeah. 今日は銀行行って必要書類が足りひんかったから帰ってきたっていう無駄足があった一日でした。Yeah. Yeah. お子さんも一緒。嬉しいね。お子さん。ちっちゃい子もいるって書いてあったから、じゃあ、さっき、クルーズが、来て、途中で終わったアンパンマンを、カットが歌おう。そうだ、恐れない、あ、ちゃうな。そうだ、恐れないで、みんなのために、愛と勇気だけが友達さ。アンパンマン、優しい君は、行け、みんなの夢守るため。ちょっとちゃうな、スコット・マーフィーっぽい。そうね、どうしてもそうなっちゃいますね。帰ってきて酔っ払って歌あるね。オラを死んじまったら、オラを死んじまったら、あ、ここやと。オラは死んじまったら、天国に行ったら、天国いいとこ一度はおいで。酒はうまいしね、茶は綺麗だ。年取ったな。俺か。うわ、まあ若干取るわ。年も取るわよ。地獄への階段。テレビもね、アニソン他には、アニソンか、初めて見た人かな、初めてじゃないのかな、他あれぐらい、セイントセイヤ。じゃあ逆にセイントセイヤ悲しく歌ってみようか。遊び出した。セイントセイヤ少年はみんな、セイントセイヤ明日の勇者、 Oh yeah、 セイントセイヤペガサスのように。あ、ひでゆくした、ありがとう、書いてくれて。セイントセイヤ今こそオメガね、羽ばたけ。あのさ、この中でエヴァンゲリオン好きな人ってどれぐらいいいんだろう。もうすぐあんじゃん、11月。あ、北谷カナズ、玄関ですか、ヌバーナ。あ、エヴァンゲリオン好き。めっちゃ楽しみやねん、俺。なんで俺そう思ったんやろな。突然今、セイントセイヤから、オメガネから、なんとなくエヴァに来たけど、まあまあ好き。そうね、11月17日。楽しみすぎて、しょうがねえね。俺も特撮博物館行ったべ。楽しみだよね。かねえ。なあ、もう11月17日に、あ、俺11月17日、ちょうど九州か。と、カレンダーを見る俺。そうだね。17日、俺九州だ。意外と、ダイさんとか、ジョージさんとか、パタさんとかが、エヴァファンってことないかしら。タカシと映画デートね、したいね。サザエさんな。サザエさんも歌おうか。またスコット・マーフィー風になってしまうけどね。よーし、カット君の営業もあってやっぱ好き。エヴァンゲリオン俺も好きだわ。なんか歌おう。
ミスターチルドレン歌わせていたのかな。今日はどこで歌ってるんで僕ん家で、歌ってますけどね。Wi-Fi 壊れたの？マジで？ポケット Wi-Fi かなんか？あ、おかりおかり。天木師匠ね。I know, I know I'll let you down.ミスターシードね、傘の下の君に継ぐっていう歌が俺結構すごい好きなんで、聞いてみてもらっていいですか。天野ジャック歌わない？あ、歌おうか。うん、そうかい、そうかい、歌おうかい。あ、ラブレプリカかい。ん？チャカチャカチャカチャ、ごめんな。ミスチルの手のひら。手のひらに。で。みんなのリクエストするタイミングが結構かぶるよね、ガッてくるよね。限りなく理想に近いように見える、この文明は西月歩、しのぎを削って企業は先を競う、一般市民よ平凡な大衆よ、サーコンマーシャルによって踊ってくれ、アパレル引っ張れる、ワッパリのオンパレイ、例の歌をほくろ、資本主義にのっとり、心をほっぽり超えるのは我が日本で、壊れそうなほど食いそうなほど、夜にはそっと抱きしめて、壊れそうなほど黒いそうなほど、切ない夜にはそうつぶやいた、どれだけ離れたなら忘れられるだろう、風の声を聞きながら、あれや、またあの多分たくさん今日は初めて見てくれる人が多いと思うんで、リクエストとかで、なんだっけ、人が多い時に持ち出挟んでいこう、確かに挟んでいきたい。でもさっきのほらニルヴァーナか、ニルヴァーナか限界破裂の人がもうかわいそうやから、職員さん自己紹介を、したいとかけど、あのプロフィール見てほしい、カットです。カットと言います、よろしくお願いします。ニルヴァーナ何歌う、ニルヴァーナって何がいいかな、ペニロワイオティとか、オーラプロジーズ、あ、ドロップ D やもんな。かっこいいやつな、そやな。ビーナさんな。About a girl, about a girl とか。This one is called About a Girl.
そうそう、あの足フェチとかそういういらん情報はええね、ちょっと待って、音を歪ましたくなったので、せっかくやからな、ドラムないと寂しいけどな、うん、みんな頭の中でデーブ・グロールのドラムをあれしてくれ。ロヒ顔が好きなだけうるさい。ステー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 、違うって、ステー取り込んちゃうって、ステーステーステー。 I will never bother you, I will never promise to、 ニャ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 、ここの歌詞忘れた、ここの歌詞忘れた。 I know I'm about you、 ナタリー・ポートマン昔好きだったぜ、yeah、 じっとわかんねえ、ニャ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 、 Everybody、hey!涙の影
強くなれるよ。明日の塔に咲く花のように、見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ君のために。すいませんでした。よし、自分の曲歌おう、遊びすぎた、加藤と言います。自分の曲を歌いますので、ちょこっとワンコーラスツークラス歌うから、宣伝タイム聞いてください。 This one's called Merry Gold。 あ、ギターが間に合わない。あ、コメント読まれへん。ぬめりの取り方はルールを入れておきなさい。排水溝に雨上がりに光る街並み、差し込んだ日差しが乱反射して綺麗で、すごいね。水たまり飛び越え歩く、ポケットの中にひとひら君の思い出をしまって、めっちゃみんな風に宣伝してくれて、そんな、なんかこんなお恥ずかしい、ありがとうございます。つうわけで、いやでも人気者って言って、もっともっとも、ね、ぶっちゃけもっともっと人気出していかないと音楽続けていけないですから、はいね。さっきあのコメントで、あのプロはええなって書いてる子いたけど、そう、いや続けな大変なんだぜ突然本音大変なんだぜ。でもこうやってなんかニコニコとかね、俺も楽しいし、みんながね、来てくれて、しかも宣伝にもなるっていう、素敵じゃないか。うん、つうわけで頑張っております。つうわけで、もう一曲ぐらい、もっともっと人気でなくちゃ嫌だからねってちょっと積んでるみたいに言うてるけど、特に積んではないわな。うん、つうわけです。じゃがじゃん。さーて、あと10分か、何するのが面白いかな。でもそうやね、最近おかげさまでなんかね、好きだって言ってくる人増えてます、おかげさまで。でパッと見たところで、私の好きなアーティストは絶対売れるっていうジンクスがあるのマジでって、うちのおかんと同じこと言うてんなうちのおかん、うちのおかん長渕さん私のおかげで売れたぐらい言い出しかねへん人やからね。でもそう、ありがとうございます、嬉しい。じゃあ日だまりの猫、あ、天のジャックもいいね。うん、じゃあ日だまりの猫から天のジャックね。放り投げた構うよりも早くベッドに倒れ込んだ。だってそれは
人はいつか死ぬように、アーティストはいつか解散するからな。まあソロはその辺は安心やろ。ほんでこの次の歌詞ねだけ。今度こそはシャレになってないよ、正直もいっぱいいっぱいの心よ、投げやりで嫌気くそに逃げちまいたいな、暗がりでこっそりと泣いちまいたいな、なんて鎖もするけど君の声が僕のネガティブを吹き飛ばしてしまう、なんだかんだ君がいるだけで幸せなのかもね、順風満帆人生は上々だとはいかなくてもね、悪くはないよね、穏やかな波に揺られて。 Thank you パンパン。なんかパンパンっていうのはあの見た目にあれやけど、ありがとうございます。しかもコミュニティも参加してくれて、よーし Alright、 じゃあね、天の邪鬼を、歌う。天の邪鬼歌詞覚えてるかな。僕がずっと前から思ってることを話そうか、友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ、君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ、嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。これはボカロの曲です。僕の曲じゃない。すごい肩幅狭くて羨ましい。俺は肩幅広い人羨ましいわ。今日もこっちの地方は土砂降りの晴天でした。昨日もずっと暇で一日満喫してました。別に君のことなんて考えてなんかいないさ、嫌でもちょっと本当は考えてたかもなんて、メリーゴーランみたいに回る僕の頭中はもうルルルルルさ、この両手からこぼれそうなほど君に渡す愛を誰に譲ろう、そんなどこにも当てがあるわけないだろう、まだ待つよ、もういいかい、もういいかい、 Yeah。そろそろ上げてみたいなと思っております。イエイイエイおうおう、うーん、ありがとうございます。いやでもいい曲多いからな、僕も頑張んなきゃって。弾幕がいいのか。ありがとうございます。じゃあね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。俺もあとあれぐらいしかできひんよ。あ、ディスサムとか本当は歌いたいけどな。アクエリオン。そうそう、それそれそれ。で、ニカポがないから、ちょっと声低めやけど、あ、そうか。そんな時のための、ロザナさん。ロザナさん！ヘイヘイ。来ましたよ。うんうん。Alright。世界の始まりの日、命の木の下で、クジラたちの声の、闘技残響、二人で聞いた、なくしたものすべて、愛したものすべて、この手に抱きしめて、今はどこをさまよい行くの、答えの潜む琥珀の太陽、出会わなければ殺戮の天使でいられた、不死なる瞬き持つ魂、傷つかないで僕の晴れ、この気持ち知るため生まれてきた。1万年と2000年前から愛している、8000年
とう。じゃあもうラスト曲だな。ラスト曲なんでカットの曲を歌いたいと、思います。さあ今日も今日たくさんの人が本当に見てくれてありがとうございます。初見の人も、まあ、あのほぼ毎日ニコ生やってるんでよかったらコミュニティとかぜひ入ってくれたら、嬉しいなと思います。この枠で終わりだな。俺あの曲も作んなきゃ。頑張って曲作って最近そのリフモンの曲をねたくさん、作ってます。じゃあサンビーム歌おうかな。サンビームなんかサンビームっていうのせえへんあのさっきの弾幕の話でこんな弾幕似合わへん曲ないわっていうやつで、いきたいと思います。あれ F だっけあれ、にゃー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 。あと3分やったら、2番からやった方がいいんか。じゃあ2番からやってみよう。F ですよ。ありがとう。あの声のあのコード教えるからね。ごめんね、スケジュール。今日は楽しく話しても明日にはいないかも。そんな流れゆく全ての中で夢を見続ける。たまたま君に出会えて笑顔を交わしてさ、最初からムーンライやった。ごめん。ニャ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 。ムーンライ。ごめんな。ねえ、ごめんよ。ムーンライ。感想の後僕サンビーム来るから。ごめんな。ムーンライ。闇を彩ってください。ここに何もなく。ねえ、この時間人もたくさん来てくれたし、また会いたいです。欲しがることもない、風の吹く先へ、yeah、感想あと1分41秒。ありがとうございました、初めて見てくれた人も、いつも見てくれた人もありがとう。じゃあ最後首振りながら終わります。 Thank you